そして決定力に欠ける猫ちゃん。ヘビ野郎は相手にすんな。お前いっつもその頭だけど身長サバ読んでない。お前こそミカちゃんに振られた傷は癒えたの？前と違うっすよ。サイズじゃねえよ、時間だよ。じゃあ決勝で会おうぜ。でもしつこさで負ける気がしねえよな。最低かも。お、リアクション。うっさりで負けてらんねえんだよ。猫魔のいつも通りは。あらら、深追いしすぎたね。早速引っ込めやがった。下手なやつ、弱いやつ、脆いやつを狙え。一気にこのセットもらう。すぐよと同然姿勢。勝ちたかったって言うんなら、どうして手を尽くさないんだろうな。俺たちはまだ終わんねえよ。ナイスレシーブ。ちょいちょい無茶言うよね。お疲れ。ミカちゃん。スグルは部活ばっかりでつまんないなんて言ってごめん。どうしてそんなに部活ばっかやるのか、ちょっとだけ分かった気がする。今度教えてよ、バレー。ああ。